シラキュースハンコック国際空港はアメリカ合衆国ニューヨーク州シラキューズ市から4マイル北東にある国際空港。1927年、当時のシラキュース市長チャールズ・ハンナ氏は空港の必要性を感じていた。ニューヨーク州のコミレス市のアムボーイという場所をコマンドルで購入し、1928年までにシラキュース市空港は輸送便のみを取り扱っていた。 第二次世界大戦後、アメリカ空軍は爆撃機器地をニューヨーク州のマティデール市近くに置いた。1949年9月17日、ハンコック空港はアムボーイの軍用空港を改編し、民間空港用にした。1962年現在のターミナルが開業。空港が週間高速道路81号線に直結し、利便性が向上した。 1970年代、1980年代は、需要の向上に合わせ数度の拡張が行われた。1976年設立のエンパイアー航空は、シラキュースをハブ空港としたため、年間200万人以上の旅客がこの空港を使用した。その後、ピードモント航空が買収したが、シラキュースをハブ空港のままにしていた。 1987年に317万人の旅客が利用し、この年がシラキュース空港のピークで、アップステートではバッファロー空港に次ぐ数であった。US Airway 社が1989年にピードモント航空を買収してから、同社がシラキュースをハブにはしなくしたため、本空港は活気が薄れた。最後の大きな拡張は1996年に、 ターミナルを二つに分けたものである。US Airway 社はシラキュース空港で最も多い旅客を取り扱っているが、90年代は徐々にその数を減らしていった。結果、ターミナル A はゴーストタウンのようになってしまっている。1993年、シラキュースハンコック国際空港における、ユナイテッド航空ボーイング737-2001年5月7日、 格安航空会社として有名な Z ブルーがハンコック空港のターミナル A を使い始めた。それから格安航空会社が次々とシラキュースに入ってきた。2003年オーランドサンフォート国際空港行きにカーター航空とトランスメリディアン航空が参入。しかし2005年に会社自体が倒産した。インデペンデンスエアー社は2004年から ワシントン DC 行きの就航を始めたが2005年には撤退。2004年 US Airway 社はハンコック空港への発着数を増便すると発表した。2004年シラキュース市長マシュードリスコール氏は空港での利用者数増より安い航空券代を実現するためウェブサイトを作りインターネット上でキャンペーンを行った。この空港は地元の政治家や 企業のキャンペーンなどの貢献により成長を経験した。2005年5月、アメリカンイーグル航空社が8月からダラスフォートワース国際空港へ毎日運航することを発表した。これはハンコック空港からの最長飛行距離となるフライトである。トランスメリディアン航空車の倒産により、Z ットブルーが再びハンコック空港における唯一の格安航空会社となった。 2006年にはこの空港でのシェアを伸ばしている。シラキュース市のカルーセルセンターが全米一大きいモールデスニー USA に改変された場合、何万もの観光客が見込まれ、ハンコック空港の乗客数の増加が見込まれている。現在のキャパシティは年間335万人であるため、おそらく拡張工事が必要と言われている。 シラキュース地域は年平均114インチの雪が降る。この空港は幅32フィート3インチもある、世界最大の除雪車を含む巨大な除雪装置を保有しており、雪による閉鎖時間は年平均で24時間以下である。この空港は雪、氷対策で7回も、バルカン、ポスト賞を受賞している。ありがとうございます。